にちは、サルです、今日は前回レビューしたこのキャンドゥのバーベキュー用鉄板、こちらについてシーズニングをしながら、ちょっとね注意事項なんかも視聴者の方から教えていただきましたので、ご紹介できればなと思ってます。よろしくお願いします。とね、こちらに入れてます。これ同じくキャンドゥで110円かなで売ってる、ちょっと丈夫ななんかケース、ちょっとこう麺の肌触りみたいなね。でこれにこのもともとついてたこれ、このまま使ってます。で、持つところがね、なんかないかなと思ってて、ペンチとかでね掴んでもいいんですけど、ちょっと今日はねこういった例えばですけど、よいしょ、ヘラみたいな、金属ヘラみたいなねものとか、あとクッカークリップですね。こちらは、普通にまあ持てるのは持てます。ただ角度がね、こんな角度、下向きから持とうとすると持てるんですけど、この角度ですね。まあ持ちやすいかどうかはね、個人の判断になりますけど、あんまり私はあんまりこれは持ちやすいとも言えないかなという気はするんですけど、シーズニングのやり方はまあいろいろあると思いますけど、私が簡単にやってる方法でやりますのでね、詳しく知りたい方はね、検索をして探してもらったらいいかなと思います。あとシーズニングする際の注意事項ですけど、から焼きですので鉄板が非常に熱くなります。そうしますとその鉄板の輻射熱で下にある牡蠣はですね一緒に加熱されます。で特にこんな風に CB 缶タイプのもので、この鉄板の真下に入ってるものはこの CB 缶がね熱くなりますので、例えば夏場の暑い時期だったりしたら本当にねやばいと思います。爆発してもおかしくないような状況だと思うので、例えば小さいお子様いらっしゃる方とかね、もう保護者の方が本当に注意してあげないとね大事故になりかねませんから、くれぐれも注意してください。例えばこういうね輻射熱対策、はい、こういうふうにねつきます。そうすると、まあ、輻射熱がね多少は軽減される、こう反射されますんでね、でここが熱を吸収しますんでね、直接 CB 缶には当たらない。ただ、これぐらいの対策だと少しね心配な気もします。なのでできれば、いっそのことこういうね遮熱板、遮熱テーブルを使っていただくと一番安心ですね。はい、もうここまでね隠しちゃえば確実に、いくらこの上でね熱々の料理をしても、この鉄板自体でもう熱は吸収する、あるいは跳ね返してくれるので、下のね CB 缶が熱くなることは、まあ、今までの経験上ないですという感じなので、まあ、こういう遮熱テーブルの方がねいいかなと思います。安心ですね。はい、これも激安ですのでね、また動画もありますので、また知りたい人はねそちらを見てください。では最初に加熱しますね。で炎はねあんまりこう強火じゃなくてちょっとね弱めぐらいでやった方が失敗がないと思います。で今の時点でねここに指紋がついてたり油がついてたりすると確実にムラができますので、まず水洗いしてねしっかり中性洗剤で油汚れ等は、取り除いた方がいいと思いますし、まあ、慎重にやるんだったらねアルコールとかでね油分を全部ね脱脂した方がいいとは思います。これはね何ももちろん塗ってない状態ですけど、酸化皮膜を作る上で必要な過程になります。何もなってない状態でね今少しこう煙が出てきました。微妙にね製造時に多分錆止めの油を塗ってるので、その油が焼けてで、蒸発して、で鉄板の表がね今少し黒くなってきましたけど、これ鉄がねいわゆる黒錆、表面にね酸化して黒錆ができている状態です。鉄板が大きいのでね今までのちっちゃい鉄板の時と比べるとなんか少しずつしかできないので、もしかしたらこう場所を変えながらねやった方がいいかもしれません。すごいね色になってきました。黒サビです。サビにはねサビっていうかあれですよ悪いサビじゃなくて赤サビのようなねいわゆるコマウルサビ
は中にどんどんね、錆が浸透していって鉄がボロボロになるのでね、腐食ですね、いわゆる良くないんですけど、黒錆の場合はね、表面に固着してくれることでそれ以上の酸化を防いでくれるのでね、黒錆加工は必要なんですね。ちょっとやっぱり動かしながらやってみましょう。鉄板が大きいのでね、セリアのサイズだったらね、今までのちっちゃいこの半分ぐらいのサイズだったらもう鉄板動かさなくてもね、全体にまんべんなくバーッと黒錆が広がったんですけど、ちょっとずつ動かさないと広がらない可能性がありますね。やっぱ鉄板が大きいからですね。これ黒錆ってちなみにあれですよ、鉄の原子が3つに酸素の原子が4つ、 Fe3O4 っていう、なんか化学式で言うとね、そんなやつだと思います間違ってたらすみません。赤錆がね、ちなみに Fe2O3 ですね。鉄が2つに酸素が3つくっついたやつ。だから同じ 鉄と酸素原子の化合物なんですけど、くっつき方によってね、それが好ましくない赤錆になったり、好ましい黒錆になったりということで、やっぱり大きいですね、この鉄板はね。だから五徳がね、小さいもシングルバーナーでもね、五徳が小さいものだとちょっとこう端の方に置いちゃうと落ちる可能性ありますよね。この辺りに物を乗せるとね、すごい綺麗ですね。けどね、色がね、なんか 青っぽく輝くような感じでね。あ、焼けましたね。こう焼き残しがあるとやっぱムラになりそうなんで、しっかりとやった方がいいですね。大体いいと思います。でやり方いろいろあると思うんですけど、私の場合はこの状態からもういきなり油を塗ります。冷ましてから油を塗って加熱する方もいると思うんですけど、なんかね、経験上別にそういう風にする必要ないかなと思って、まあ楽なというか早い方をねやりたいので、このまま火を一回火は止めますけど、油がねふわっと蒸発して火がついたら危ないので一回火は止めるんですけど、まあ熱い状態のままね、もうどんどん進めていきます。ものすごい熱いですからね、間違っても触っちゃダメですよ。ここにオリーブオイルを塗ります。これね、あんまりたくさんやっちゃうとね、余って良くないので少なめですね。少なめに、ちなみにね、この油を塗るのは別に酸化皮膜を保護するという目的だけであって、私が合ってるかどうか知りませんけど、必ずしもね必要ないという気もしてます。まあ食材がくっつきにくくするためっていう意味では必要なんだと思うんですけど、私の場合はね、どっちかっていうと鉄板を使った後ね、食器を洗剤で洗いたいんですよ。なんかね、だから油が落ちちゃうんですよ。そういう意味ではね、その都度油を塗って使うっていうかね、保存する時には薄く塗って保存するんですけど、まあ錆びないように。ただ本来この黒錆になってる時点で錆びないはずなんでね、そういう意味でもね、あんまり本当は必要ないと思ってます。どうなんでしょうね。またちょっと詳しい方いたら教えてください。油って好ましくない台所に発生する虫の原因になっちゃうので、まあ、そういう意味ではね、あまり好きじゃなくて、
だから油しかなかったらじゃあ食材くっつくじゃないかっていうことなんですけど、くっつかないね鉄板用のアルミホイルがあるじゃないですか。あれを使えばですねいいような気がしてるので、なんで私の鉄板実はねあのミニ鉄板も油じゃなくてアルミホイルをいつも巻いて使うんです。その方が食べ終わった後もねあのアルミホイル外して処分すればねもう綺麗な状態になって、あの外でね洗ったりしなくて楽なので。じゃあ一通り塗りましたんでね、また加熱してこの油を飛ばします。シーズニングするときはねシングルバーナーよりもね家庭用のカセットコンロの方がねメリット多いと思いますね。こうやってあちこち動かさなくていいのでね、ムラもねあのできにくくなると思うしね。はい、この状態はねやっぱりすごいあの油が蒸発してねオリーブオイル使ってますけど、あの下手したら火がつくてねわっとこう燃え移るんでね、あとどんどんねオリーブオイル蒸発してますんで、あのくれぐれもね、外でやった方がいいと思います。まあ換気のいいところとかね。はい、だいたいねいい感じに仕上がってきました。だから、最初にね、何もねつけずに酸化皮膜を作って、でその後ね油を塗って、何回かね焼いて飛ばしてという作業を何回しました？多分3回か4回か忘れましたけどやりましたよね。で最後はねこの鉄板の、鉄臭さを取るために、まあ、一般的にはおそらく、くず野菜を炒めるみたいなことを書いてるんじゃないですかね。私の場合はね、香りが強いものを炒めるんですけど、いつもね庭のローズマリーの葉っぱを取ってきてね、それを炒めることで鉄臭さは取ってます。ローズマリーですね、香りがいいんですよねローズマリーね。油を多めにしてやった方がいいですね。はい、ちょっとこんな風にね多めに油を塗ってやって、で炒めていきます。こういう感じですね。めちゃくちゃいい香り。肉とか焼くときにねローズマリー使いますよね。この上で肉焼いたら美味しい気がしますけどねローズマリーの香りがね。だいたいこれぐらいでいいので火は消しておきます。ちょっと鉄板が冷めるまでね待ちます。鉄板も割と冷めてきたと思うので一回くず野菜はね全て処分します。くず野菜のねちょっとこうなんていうのかな焦げた葉っぱのね焼けたのなんか残ってますので、一回ね軽く水洗い、まあ、ぬるま湯とかね水とかで洗ってきます。水でね流した程度です。しっかりとね水分は取っといてやりましょう。でちょっと油を塗っときますね最後に。ということで仕上がりましたのでね、もともと入ってたこの袋、これ便利ですね。この袋に入れて、で
キャンディーのね、このケースに入れてやればぴったり。はい、こんな感じでね、余裕で入ってます。あのバーナーパッドなんかもね、一緒に使うんだったらこういうところに15センチだったらちょうど入りますんでね、いいかなというふうに思ってます。はい、でまあクリップ使うんだったらね、こういうものも入りますし、まあヘラもね一緒に入りますし、まあこれで持っていけばね全然便利かなと思いますので、しばらくこんな感じで使ってみたいと思います。ということで今日はね、シーズニング、それから、注意事項をお伝えしたつもりなんですけど、あのいかがだったでしょうか。またねお気づきの点があればコメントで教えてくださると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。